皆さん、おはようございます。ダウミヤクンボイ、キンドです。今回はね、ルックブックでよくある、自分カラー診断、いろいろありますね。春タイプはいろいろ、夏タイプ、秋タイプ、冬タイプ、どういうのかはちょっと詳細、後ほどですけど、似合うか似合わないかは、まあ、顔の写りによって全然違いますね、ルックブック。カラーシート、ご覧ください。春タイプといえば髪の色、瞳の色、肌の色、それぞれ違うけど、オーロラ、パラダイスピンクやキャンディーピンク、ボビーレッドおすすめ。はい、いろいろありますけども、アクアマリンとかブルーバードも春タイプにおすすめ、まあ、キュートに見せるのもよし、二の腕ちなみもよしですね、はい、夏はまあ青がベース、ブルーリボン、ブルーロイヤル、オーペラピンク、ブライダルローズ、ストロベリーカラー、いろいろありますからね。ココアカラーもあります。夏もやはりいい感じですね、マリンコーデ、はい、秋はですねオレンジ系、赤系が主に ですね。やはりね、秋はまあ優等生スタイルが一番。冬はですね、オリエンタルブルーとかパシフィックブルー、キャンディーイエローなどいろいろありますからね、はい。冬はですね、まあ、モノトーンコーデちょっとおすすめですね、コーデ的に。はい、診断としてはやはり、どんな服なのか、ノリハイタイプ、キャッシュタイプ、クッキータイプ、これ骨格によって全然違います。これ、ルックブックに参考になるそうです。はい、まあ、今、ストレートとかいろいろありますけどね。はい、やはり柄を選ぶのもおすすめ。ただ NG ワード、千鳥格子やギンガムチェック、小鼻柄はちょっとね、メリハリタイプに合わないです。華奢の場合は、花柄や、太いボーダー、大きな水玉もは NG です。はい、あまり。はい、あとはまあ、そうですね。水玉、千鳥格子、ヒョウ柄、これクッキーしたタイプも NG ですね。これ、なかなか難しいね。やはり買い物も、大事ですね。ルックブックの、参考になったかと思います。はい。まあ、色は同系色で頼ったり、反射体系色でもやはり頼れるものとんで、はい。コーデいろいろ違いますからね。はい。柄物を合わせるには本当に季節感出すのが一番です。はい。コーデのテーマを決めるのも、これ、ルックブックの醍醐味でございます。バーリー系、カジュアル系、スポーティー、クール系、甘辛ミックス、ロック、ボーイッシュ、フレンチ、カラフル、スクール。いろいろありますね。これ、ルックブックセブンデイおすすめですね。はい。どういうセブンデイかは、ぜひとも、いろんな公式チャンネル見ればいいです。はい。小物選びによってセンスがアップです。はい。使い回しのバッグも、はい。おすすめです。キャップ、ベレー帽、いろいろあります。メガネ、丸長細い、丸顔、小物が細い。全然違いますからね。コーデいろいろありますけど、マスクもまあ、シュシュも。まあ、マスクは今任意ですからね、はい。あとはテック。まあ、いろいろ髪によって全然違いますからね、はい。ルックブック、これ参考になったでしょうか。いろんなアレンジによって全然違います。はい。お出かけにもデートにも、まあ髪型全然違いますし、髪についてはまあ、あまり触れませんので、はい。ここまでにします。あとは、キラキラした食べる、食事についてはいろいろですけど、これも参考になるかどうかわかりませんので、コメントでお願いします。あとはやはり姿勢ですね。ルックブックに対する姿勢。まあ、足組まない、肘つかない、バック変える、持ち方。おへその上に力を入れる、体を動かす、かかと、上げ下げ、スマホやゲーム、ダラダラしない。これ、ルックブックの醍醐味ですからね。好感度を上げるにはいろいろありますよね。はい。素敵女子を目指すためにもやっぱり一番いいもんですね。はい、必要なのは絆創膏、ソーイングセット、ポケットティッシュ、コンパクトミラー、ヘアゴムやシュシュ、ハンカチタオル、リップクリーム、ミニポーチ、いろいろ。あとはスキンケアもこれ、ルックブック前に大事なものですね。はい、皆さんもぜひとも参考になりましたか？というわけで、以上です。バイバイ。